せーの、中村さんち。おはようございます、ルナです。ご飯です。本日はせーのクリスマス当日です。もうこの動画が上がる頃にはクリスマスではないと思うんですけれども、今日が私たちのカナダで過ごすクリスマス、12月25日になっております。クリスマスなんですけど、私たち仕事です。仕事です。天気はこんな感じです。雪じゃないんです。めちゃくちゃ雨です。そう、雨、はい、しかもさ、めっちゃ道路凍ってて、そうそうそう、ツルツルやねんな。今日は仕事前にカフェに行きたいと思います。では行ってきます。いやすごいね、道路もね、ガチャガチャも。いやそうやねんな、道路がさ、もうあの雨でさ、すごいツルツルになっちゃって、そうなんだよ。あの後でまあしっかり話そうとは思うんですけど、もうバスも止まっちゃったもんね。あーやばいよな、うん、公共交通機関麻痺みたいな、ね、災害です。本当に災害級です。気をつけてね。はいはい。わーすごい、もうね、わだちっていうのかな、段差がすごい。あ、でも道路はちゃんと雨のおかげで溶けたね。溶けてる。昨日までもうピッカピカだったもんね。そう、昨日の夜すごかったよな。すごかった。あの今日ちょっとクリスマスっていうことで、空いてるとこもクリスマスって逆に少ないんですよね。こっちはクリスマスイコール家族でご飯みたいな、お正月みたいなね感じなので、やってる店も少なくって、なんかその中で空いてると予想しているカフェ、そして席が多いカフェっていうのを狙っていきたいと思います。はい。俺はな、ソレルやから結構大丈夫。ここです、今日のカフェはハンターギャザーです。はい。Doing it under reservations today. You guys have one? Yeah, just for today. Just for Christmas day. Yeah, okay. マジか。マジか。クリスマスはリザベーションのみだって。知らなかった。知らなかった。どうしよっか。ハンバーガー、ハンバーガー見てみようか。スプリッツグリル、スプリッツグリル行ってみたいと思います。そういうパターンね。ね、リザベーションのみだって。知らなかった。知らなんだ。やっぱ予想的中、どこも開いてない。パイ屋さん開いてない、スプリッツグリル開いてない。え、うわ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 。ここも美味しいんだけど、その天気が今やばいのとロードコンディションを考慮して休みますということで、26日から営業再開。こっちのカフェはマウントカリー。ホリデーアワー25クローズ。やっぱ26日からですね。ですね。どうしますか。ちょっとクリスマスセーター着てきたのに。戦果、お花屋さんかわいいね。クリスマス仕様なんですけど、お花屋さんですらクローズですね、今日は。皆さんメリークリスマスですね。ねえ、中にまだクリスマスの花いっぱい残ってるのに、どうするんだろうね、あれ。でもあれは綺麗ですからね。まあそうだね、かわいいね。やっぱケンタッキーですか。ケンタッキー、確かにケンタッキー家帰ってた、買って帰って食べる。大股一歩。うわ、やば。いや、無理。ああ、頭いい。でも、次のなステップがあるね、ここ。あ、危ない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 。あ、それ氷か。どうでした今の。カレーでした。今から行くとこはインドカレー屋さんです。はい。あ、なんか雪変わってきたね。ちょっとね。雨は25の日に。ここちょっとかっこいいで、アップで。安定でやってるわ。じゃあいつもの席に。ここですね。I got a two butter chicken. Yeah. Cold coffee latte. And also mango latte. Thank you so much. Thank you so much. Sorry about that. はい、ということで、まあカフェは開いてなかったんですけど、マジ予想通りだったよね。そうやな、いろんなとこ開いてなかったね。いろんなとこ閉まってたな。ね、うん、なんですけど、あのよく私たちがランチでね来るインドカレー屋さんに入ることができました。ウィスラー一美味しいカレー屋さん。
というかミスラー1安いランチかもしれない。あ、そうそうそう。でね、今日は週末なので、うん、ランチスペシャル、そのお得なセットが今日やってないって言われたんですけど、じゃあまた今度来ますって言ったら、あ、いや、いいよいいよ、今日暇だからじゃあ作るよって言ってくれて、よかった、ほんまにありがとうって、なんかごねたみたいになっちゃって、だから本当にごめんなさいって、ありがとうございますってお礼しましたので、あのこの動画で宣伝させていただいて、はい、ウィンウィンということで、ミスラーの人、月曜日から金曜日ま で, 日まで、ね、はい、ランチやってますんで、よかったら見てください、はい、そう、ランチスペシャルでナンもついてきて米もついてきて、うん、まあ、今から見せるからな、そうそうそう、後から見せるんですけど、はい、ということでね、またカフェトークでもしましょう。カフェじゃないけど、はい、なんかトークって言った瞬間ご飯くんがちょっと緊張するのがね。今日も私たちはアグリーニットを着ております。着ております、クリスマスになるとね、このダサかわいいサンタの、クリスマスニットを着るっていうのがカナダのね、海外の風習なので、うん、なので私たちもね、これ去年リサイクルストアで買ったやつ、うんうん、はい、を使ってます。ライブ配信ね、見てくださった方は多分1回これ見てると思うんですけど、うん、はい、そうやな、その時来てたしな、来てたしね、うんうん、私たちクリスマスイブに初めて YouTube でライブ配信したんですけど、どうでしたか、うん、あ、でも楽しかった、みんながコメントくれるからさ、ね、で楽しかった、結構見てくれたしな、最後の方40人ぐらいとかさ、うん、そう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 、そうそう、コメントしてくれたからすごいやりやすかったです、ありがとうございます、ありがとうございました、うん、ね、ライブ見てくださった方もありがとうございましただし、後からね、結構見てくれて、あ、そう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 、コメントもしてくれてるし、そう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 、なんか結構反響があって嬉しかったです。よかった。あの、その前にインスタグラムで質問とかをもらって、でその質問に答えるってコーナーもやったんですけど、ライブ配信がもう終わった後にまだコメント来たりとかして、ちょっともうちょっと早く告知して、早く質問を募集すればよかったなって、本当にあの、お答えできなかったから、そうなの、緊急だったからね、そう、なんでお答えできなかった皆さん、うん、本当すいませんでした。次は年末年始のどっちかに一回やりたいなとは思っております。はいはい、音楽がすごいな、音楽がもうクリスマス感がないんだけどすごいコラボでしょ、これひょっとしたらクリスマスってなってるかもしれない、そうか、クリスマス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 、はい、ということで次の話題いきます、はい、クリスマスイブから、うん、あの、私たちが住んでるミスラ結構大変な騒動になってるの、そうそう、先日までマイナス20度とか一気に気温が上がって、うん、なんて言ったよカズキが喋り出すんかと思った今、うまいこと言われへんわ、今ね、ちょっと災害みたいになっております。マイナス20度以下の日々が続いてるっていう話をしてたんですけど、なんとクリスマスイブの前日に大量の雪が降ってすごい積雪になったんですよ、うんうんうん、で、その後まさかの朝に豪雨に変わって、そうそうそう、そうで、路面がツルツルのアイスバーンになっちゃったんですよ。それで公共のバスもストップで、うん、バンクーバーからウィスラー側に来る道路もエッセンシャルワーカーのみになっちゃった。そう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 、例えば救急車とか業者の車とかそういう車以外は通行禁止っていう風になっちゃったんですよ。そのウィスラーの端っこの道路のところでもう警察3台とか4台とかがもう、うんうん、検問じゃないけどなんかしてて、うんうん、これ以上行けませんよみたいな感じで、あの、誘導してて、そうそうそう、そうなので24日のイブの日はウィスラーはなんか陸の孤島みたいになっちゃったんですよ、はい、で私もその日仕事してて、で帰り道道路を運転したんですけど、本当にもうね震えるぐらい怖かった、ツル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 、そうそうそう、ただ渋滞してたので帰り道の渋滞になっちゃってたので、あのそんなにスピードを出す車もいなかったんで、あの20キロぐらいでみんなでこうタラタラ走るって感じだったんですけど、うん、でなんか駐車場とかもちょっと車まで歩くじゃない、もうその時ももうツルツルすぎて、確かに、もう私ビブラムソールって言って結構いいソールのブーツを履いて歩いてたんだけど、滑り止めな、なんだけどもう全然それが効かないぐらいもうツルツルで、うん、大変でした、すごい、はい、あれはめちゃもツルツルやってすごかった、うん、でバスももうあの危ないので運行停止っていう感じで、仕事に来た人で車がない人とかは帰れない家に、うん、どうすんのっていう感じで、で結局ねその後夜の7時8時とかにそこの通行止めが解除されて帰れる人は帰れたっていう感じだったと思うんですけど、うんうん、本当になんかこんなクリスマスは初めてっていう感じで、まあすごいよな、ね、天候がすごい、もうこの高低差じゃないけど、そうそうそう、温度差が、 Thank you、 Thank you、 そう、Thank you。 乾杯。うまい。うま。そう。あれ似てるわ。あ、あの、わかる？わかる。あの、ベトナムコーヒー。ベトナムコーヒー似てる。おいしい。こっちもおいしいよ。マンゴーらしい。おいしい。目覚める一気に食ってきたの。あ、うま。こいつにはグッてきたわ。ね、あの、濃いよね。Thank you。おー、Thank you。おいしそう。いただきます。いただきます。いただきます。
これこれ。ちょうどいいしょっぱさなんですよ、これ。タイ米、ちゃうわ、ジャスミン米か。ジャスミン米、ジャスミンライス。うまい。おいしい。おいしいよね。このしょっぱさがちょうどいい。そうなのよ。やばい。え？配分間違えた。ルーないじゃん、もうやばい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 。あれ何？おい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 。頼むよ。頼むよ。頼むよ。いや、ぴったりだったね。全然やん。全然やん。心配した。ルー足りなくない？いつも。いつもそうやね。いつもルー少ない。食べますけど。結構あるで。シジャスミン。シジャスミンライス食べますけど。バーってルーの米見たら全然めっちゃ余ってて。なんなら何も余ってるし。なんかやりきったかもしれないからさ。何が多いのかも。だってなんとご飯がある時点でさ、これで足りるわけないじゃん。まあまあせやな。食べ終わる頃にはね、雪に変わってました。すごいね。はい、ということで今日はね、ちょっとガタガタがすごい、あ、やばいやばい、めっちゃ滑ってる、ちょっと道路が本当にやばい。はい、という感じでカナダのウィスラーではね、ちょっと陸の孤島みたいな感じになっちゃってますが、こんな感じで仕事前にランチをなんとか楽しむことができました。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。